チョン・イルは、韓国の俳優。身長183センチメートル、体重64キログラム、大型。家族構成は、父、母、姉。ソウル芸術大学放送芸能課に入学後、2008年に、関陽大学演劇映画学科に移り2014年に、卒業。美族、ビルジメデン、太陽を抱く月、夜景日誌、ヘチオーザエの道など、代表作に、 時代劇が多く、時代劇拝みと呼ばれている。俳優の移民ホとは、同じ町内で育った幼馴染みで親友である。2020年11月、ファンとの交流のために、個人 YouTube チャンネル、いちいちユーンルーを開設した。2006年、映画、静かな世界で、俳優デビューし、同年、MBC シチュエーションコメディ、思いっきりハイキック、で、主人公で、 反抗期の高校生ユノを演じブレイク。2009年、MBC ドラマ、美族、イルジメ伝で主演を務め時代劇に初挑戦し、心に傷を負った伝説の義族、イルジメ役を演じる。同年6月、日本で初めてのファンミーティング、ファーストファンミーティング、シークレットタイムインジャパンを開催した。2010年、中谷真由美作の舞台。 ビューティフルサンデーで演劇に初挑戦。2011年、SBS ドラマ、私の期限は49日では死者をあの世に送る。スケジューラー役、TVN ドラマ、イケメンラーメン店では、女好きの財閥男を演じる。2012年、韓国で最高視聴率46.1%を記録した大ヒット時代劇ドラマ、太陽を抱く月に出演。 主人公の多い本のイボアニで、合法で自由な書士、陽明君を演じた。2013年、ファンタジーロマンス時代劇、夜景日誌に主演し、黄金の虹でも主演を務め愛する人を守るため、父親の悪事に挑む賢治を演じた。2015年、中国映画、女監視に出演、超礼とラブコメディを演じた。2016年6月、大のドラマ、 ラブライズに主演することが決定し、2017年に放送され、韓国俳優として初めてタイのドラマの主演を務めた。2016年12月から平気に入り2018年11月に、含むを終え、2019年2月、ドラマ、ヘチ王座への道で復帰を果たした。2006年8月、親友のイミンホと共に旅行に出かけた際、 車で移動中に対向車線を走る飲酒運転の車がセンターラインを越えて正面衝突。二人は重傷を負い、チョン・イルは4ヶ月半入院。退院後復帰するが、当時新人俳優だったため、監督には大丈夫だと嘘をつき、オーディションに合格していたドラマ、思い切りハイキックの撮影に参加。しかし撮影終了後に体調が悪化し、1年間休業した。 事故当時、脳震盪と脳出血の症状が見られていたが、2013年に頭痛に襲われ精密検査したところ、脳動脈瘤と診断される。頭の中に次元爆弾を抱えているような状況への不安から、うつ病も患う。その後、1ヶ月家から出られない日々を過ごすが、サンティアゴ巡礼路に行ったのをきっかけに現実を楽しみながら生きていこうと思うようになったと話す。 事故の後遺症で部分記録喪失もわずらっており、記憶で失った部分を残しておける。要普段からスマートフォンで写真をたくさん撮るようにしている。後遺症の影響で、兵役は公益勤務要員の判定を受ける。2年間、療養センターで働き代替服務を終えた。ありがとうございます。